怖かった。鉄棒前回り、怖い子のための練習3種類。1種類目は鉄棒を使って前に倒れる遊びです。前回りをするとき、鉄棒を持って倒れるのが怖い場合もありますよね。そんなときはこの鉄棒を使って前に倒れる遊びをしてみてください。はじめから一気に深く倒れるのではなく、少しずつ少しずつ倒れてみてください。すごいね。じゃあ一回倒してみて。すごいプリンちゃん、ここまで行ったよ。ではパン。2種類目は棒付きでんぐり返りです。まずは普通のでんぐり返りをやってみます。足を広げて、足の間に頭を入れてくるりんパン。次は棒を使ってのでんぐり返りです。3種類目は鉄棒を使わずに前に倒れる遊びです。はい、プリンです。プリンちゃん、前回りお願いします。そして最後は前回りの完成です。1種類目が難しいなと感じるお友達は、3種類目の鉄棒を使わずに前に倒れる遊び、2種類目、1種類目の順番で逆の順番でやってみてください。この3種類の遊びを通して鉄棒の前回りが怖くなくなります。ぜひやってみてください。最後はたくさんたくさん褒めてあげてくださいね。